さんお二人です。ご協力してください。いろんな感情を思い出したところもありましたし、まあ、最初やりたいことはやりきったという印象でした。今の時代、服を買うということ、着たくなる服、森永さんの着たくなる服、アンリアルエイジホーム。ピエロみたいな、なんかちょっと道化のようなインテリのパンクのみたいな話が出てきて、ってことはこんな感じかなみたいな、こうちょっとリファレンスで見て、結構無茶なことをやろうとしたので、即興で作ったやつの30バリエーションみたいな感じだったんで、いければかっこいいのになると思ってたんですけど、いけるかどうかが正直こう不安な部分もあったんで。具体的な会話ではなかったんですが、ショーに至るまでのまあ直近のプロセスの中で、ファーストルックどれがいい、ブランドロゴに対して話していたりとか、そういうことを言っていたら、ピンクっていうワードであったり、僕もそれはピンクどうですか、めっちゃ思ってましたみたいなことが起こってきてたんですよ。ピンクのボタンルックを作りましょう、このワードが、会話があったのも僕ははっきりと覚えてるんですけど、それっていうのは結局音楽や何かがいろんな多角的なことが絡み合って整合性が出てきたときに、これ祈りの森永さん自己回答じゃないですかっていう。ピンクっていうもの自体は固有の色の波長を持っていなくて、この世界には存在していないと呼ばれる色なんですね。でも存在しないけれども何か確実にあるみたいなことが、やっぱり原風景であったり当時の自分たちであったりするのかなと思っていて、そういうものを、まあ、この章に込めました。でもう沈んだ、今日フロントが2シート空いてると、僕と森永さんがそこで見ているっていうことなんですっていうのを、ノスタルジーっていう意味ではないんだけど、過去の僕たちへの回答みたいなのがやっぱり一番強いシーズンだったと思いますね。
本当にこうピュアに自分の洋服とか自分の世界っていうことを大切にしてる人なんだなっていうのはすごく感じてて、やっぱな何かしらこう僕は勝手にこう共有できてるものがいくつかあったのかなと思って、そこを割と頼りにやってきたっていう感じでした。東京で自分たちのブランドが始まっていて、その東京でもう一度何か新しく挑戦をしていくっていうのを大事かなと思って、自分の原風景の中ではまさにその哲平くんがレディースのアンリアレーションを見て、このパッチワーク自分だったらこう着たいんで別注で作ってくれませんかとか、それ忘れちゃいけないんだろうなと、思っていたところに哲平くんから新しくアンリアレーしてメンズやりませんかっていうのを、森永さんが作っているもののメンズ着たいんですっていうのをまた本当に20年時が経って言ってくれて、まだ2007年のあのカーディガンをこう着る哲平くんを今日見て、やっぱり洋服もファッションももっと僕が思ってる以上にとんでもなくすごい力を持ってるんだろうなって改めて思いました。思いやりましょうって言い合ったこの瞬間っていうのは、僕と森永さんのと会話からその瞬間生まれていたりとか、夜な夜な家に集合しながら服について話して、そういう中でこう今日ピタッと会ってくるような感じがあったので、必ずしも楽しいことばかりではないとか、どちらかというとものすごくこう苦しみながらお互いを支えながら、あの時があるから今があるねみたいな話はし合ってるんですよ。いやお前らそれでよかったじゃん俺たちみたいなのがやっぱり言いたくなっちゃったし、もちろんいろいろ課題はありますが、まあ、なんかオムやりませんかっていうその一言にお互いを込めてた何かっていうのが形にはなったのかなと思ってます。祈りのコレクションっていうのは、やっぱり哲平くんがそれを見てすごく心を動かしてくれたコレクションで、まあなかなか当時うまくいかないブランドの状況もある中で、あの頃服を作っていた自分、あの頃その僕の服を着てくれた哲平くんっていうのが、時間の流れではもう今存在していないし消えてしまってるんですけど、本当にこの世界には存在していないその化身のようなものっていうのをランウェイにも出していますし、行ったりこう来たりしながら進んだり戻ったりするようなランウェイっていうのが、自分の中のその時間の進み方であったり原風景と今これから目指す未来にあるものとの向き合い方であったり、モデルはやっぱり化身なんですけれども、あの頃の哲平くんが今こう歩いているっていうのをこの今の化身を通じて見ていましたけれども、すごいそういうパーソナルな二人だけにしかわからない世界の詰め方の中で、でもそこしかないっていうものがこのコレクションにはあります。20年やる中で自分の中での軸であったりらしさっていうのはやっぱり心地のいいところにできてくるんですけど、それをまあすごく揺さぶられたというか、
揺さぶられるとどうやって自分この景色を見ていたかっていうことが一回リセットされるんで、そうした時にその原風景とか過去っていうのはちょっと向き合うのも嫌なような、開けてはならない扉のようなものだったんですけど、開けれるな、うん、思いました。一人じゃ多分開けれなかったと思う。Thank you.